悪の花は、おしみ修造による日本の漫画。別冊少年マガジン2009年10月号から2014年6月号まで連載された。2013年にはテレビアニメも放送された。2019年9月には実写映画が公開。絶望をテーマに、思春期特有の精神的方向と自我の行方を描いた青春漫画。作品名は、 シャルル・ボード・レールの同盟詩集による。連載以来のきっかけは、おしみが2004年に執筆した作品、スイート・プール・サイドによる。物語の舞台となる地方都市の情景や登場人物には、作者の故郷である群馬県紀流市と学生時代をモデルにした要素が多く反映されている。高校編の街のモデルは埼玉県埼玉市大宮区である。出張読み切りとして、 週刊少年マガジン2010年42号に特別番外編が掲載され、単行本題三巻に収録されている。また、関連作品に高本米子作のコラボレーション漫画、ラブの花トラブルが存在する。この漫画がすごい。2011の男編で第10位にランクインした。2019年10月時点で累計発行部数は300万部を記録している。 1> 第1巻から第6巻までは、中学編。第7巻34話からは、高校編。クラスの美少女、佐伯七子に密かに思いを寄せるカスが高尾。ある日の放課後、出来心により彼女の体操着を盗んでしまうが、その様子は嫌われ者の女子、中村沢に目撃されていた。窮地に陥り、中村からの無茶な要求に翻弄される中、 意外なきっかけから七子と付き合うことになり、春スは恋心と背徳の自己矛盾に苛まれる。そんな彼に呼応するかのごとく、七子もうちに秘めた意志を徐々に示すようになる。現実社会の閉塞感に自己認識を見出せず、やるせない自我を抱える三人の中学生のアイデンティティは互いに交錯し、儚い逸脱へと舵を切っていく。中学校編から三年後、 カスガ・タカオは埼玉県で高校生活を送っていた。ある騒動以降、沢と離れ離れになりながらもカスガは中村への思いを捨てきれず、そして抜け殻のように毎日を過ごしていた。そんな瞬実はあるきっかけから、男子の憧れの的である上磐文と交流を深め、文の中に沢の影を感じていく。声はアニメ版の声優。縁は舞台版の俳優。縁は 映画版の俳優。2013年4月より6月まで放送された。全13話。そのままのアニメ化では、原作の本質と違うと思った、監督の発想で、日本のテレビアニメでは、史上初の全編ロットスコープを用いた作品となっており、絵は、原作とは全く違う実写タッチのものになっている。音声収録は、広域録音に適したガンマイクを使用しており、 演技においても実写を意識している。実写撮影は原作の舞台である群馬県気流市。当初は監督の長浜の意向で原作の絵に寄せる形でと制作する予定だったが、実写の撮影をしている途中監督はもうギャラでも役者でもない人になっていく。言ってしまえば、モーションキャプチャーに近い形になっていく。自分たちのやりたいのはモーションキャプチャーかな そうじゃないと思うようになり、迷った末そのまま行くことになった。また監督は、原作者のおしみに、原作の絵に近づけたりした方がいいですかロトスコープの役者さんの顔をと聞いた、ところ、いえ、あの全く違うものの方がいいです。役者さんの顔に寄せてください。役者さんの顔でやってくださいとなり、現在に至る。2013年4月30日には、 ロトスコープの元になったモノクロ色の実写映像パートの第3話がニコニコ生放送で配信され、ブルーレイおよび DVD 版の特典として実写映像版が付属。上記、メインキャスト以外の声。実写キャスト実写制作2019年9月27日公開。監督は、井口昇。主演は、伊藤健太郎。ありがとうございます。